来月の県知事選挙を前に自民党県連は今日県連大会を開き、岩井茂樹氏が決意表明しました。一方、4選を目指す川勝平太知事はこの週末に事務所を開設しました。自民党県連は今日100回目となる県連大会を開き、岩井氏は知事選に向け決意表明しました。何としてでもこの静岡のために、皆さんの将来のために、コロナ禍を超えて明るい未来を示すために頑張っていきたいと思っております。大会では新たな県連会長に塩谷立衆院議員が選出され、知事選に向け一致団結して戦うことを誓いました。コロナ禍という厳しい中で、しかも今後の経済、そして浜静岡県の発展、そういうことを考えると本当に本当に重要な選挙であると思っておりますので、全力を結集して戦っていかなければならないと思っているところでございます。一方、4選を目指す現職の川勝知事の陣営は昨日静岡市内に事務所を開設しました。川勝知事本人はコロナ対応などで立ち会わず、ビデオメッセージで決意表明しました。この選挙は大変厳しいものになります。多くの論争点があると思いますけれども、何て言っても避けられないのはこの理念だと思いますけれども、これは命の意味に関わる。川勝知事はリニア問題が最大の争点になると強調し、今月中にも選挙公約の具体的な内容を発表する方針です。川勝平太、4選勝利に向けて一致団結して頑張ろう、うん、頑張ろう、うん、頑張ろう。事実上の一騎打ちの戦いに向け、両陣営の動きが加速しています。